てちょっとリハレッスンして終わりました。終わってちょっと時間があったのでショールームしようかなと思ってしました。ちょっと固定できないんですけど、ごめんね、多分なんか画面用意しちゃうかもしれない。どうしよう。少しだけやります。15分だけ、11時までやります。もうこれでいいか、これでいいですか。あ、できた。これで良さそう。15分だけやりたいと思います。でもショールームも久しぶりではないですか。なんか久しぶりではない気がする。今日は出張公演だったのでちょっと感想とか聞きたいなと思ったのもあってしてみました。もう公演レッスン終わりでちょっともう髪の毛もボサボサなんですけど、ちょっと時間があったのでやってみました。みんなは何してるんですか今。そう、今日は17期が多かったです。嬉しい。今日はあの出張公演2回目だったんですよ、埼玉で。初日が千葉公演で、3週間ぶりに出張公演でした。もうなんか3週間やらないだけですごい久しぶりな感じでした。前まではもう週1回は出てたし、4日連続とかもあったので、7月はだから結構3週間空くと、もうだいぶ他の今ツアーの練習とかもしてたので、はい、結構ちょっともう忘れかけてました。なので昨日もやばいと思ってちょっとというか練習してっていう感じでした。もう3週間ってね、結構本当に久しぶりですね。お、あ、ゆずきくまありがとう。ぐーさんかわいいありがとう。スタニーさんくまありがとうございます。そう、ツアーの最終日があさってなので、もうすごい今もあのツアーの練習、ツアーのリハじゃなかったんですけど、もう違うあのリハ終わってからみんなでツアーの練習とかもちょっとして、明日もあの前日で練習みんなで合わせるんですけど、もうね、練習するごとに楽しみが増してます。ツアーの本当に楽しみ、もう楽しみだからこそ終わってほしくないんですけど、もうとりあえず28、29は楽しみたいなと思います。みんな来てくれるんですか。本当に楽しみ。なんか地方もすごい楽しみだったけど、もちろん最終日神奈川がもう本当に一番楽しみです。楽しみ。4公演あるから、ね、そう、ユニットもあのなんて言うんだろう、会場ごとに違うユニットなので、
神奈川のユニットもぜひ楽しみにしててください。ユニットに注目してほしいのは特に1日目28日の方のユニットがもう楽しみにしててほしいです。めっちゃ嬉しいと思ったユニットです。絶対にみんなも好きだと思う、好きだと思う。あ、見てネイル変えたの、めっちゃ可愛くない？最近で一番お気に入り、なんかすごいキラキラ。フラッシュネイルっていうらしいんだけど、これフラッシュ、暗いとこでフラッシュで照らしたらなんかすごい、もう普通で見てもキラキラなんだけど、これフラッシュしたらもっと綺麗になるだし、でめっちゃ可愛いの、ちょっと紫がかったら目でお気に入りです。結構これパーツ引っかからない、大丈夫。みんな11時になったら教えてください。みんな夜ご飯何食べましたか？私はまだ食べてないです。納豆、お、いいね、納豆いいな、納豆大好き。なんか公演終わってもう一周回ってお腹空いてないっていう現象です今。ツアーじゃなくて出張公演のあれはなんだっけ、 VR がまだ結構先になっちゃうのか、だから今日来れなかった方はまだ今日の公演見れないっていうことですよね。嬉しい、埼玉で、埼玉県出身なんですけど、埼玉で今日公演できてとっても嬉しかったです。なんか星が埼玉ってだけでなんかすごい嬉しい。埼玉出身です。寒い、冷房つけてるからちょっと寒いです。そう、また埼玉県でなんかコンサートライブとかしたいなってって思います。初めてかな、ほぼ初めて埼玉でなんか公演とかライブとかやるのがほぼいや、ほぼっていうか初めてかな、初めてです、初めてだよね、初めてです。嬉しい。次は岩手県ですね。岩手も初めて行くのですごい楽しみです。東北あんまりなかなか、いや一回も行ったことない、東北仙台くらいか、なので楽しみだし、やっぱり公園出れるのもすごい楽しみです。あ、ライジンのやつか、ライジンの、あ、それだ、埼玉スーパーアリーナでライジンのフェスやりました。それくらいか、それも嬉しかったな。あとは秋田と岩手と、秋田岩手香川広島と、あと北海道とあと2カ所です。楽しみだな、すごい。地方行くのもあんまりこういう機会じゃないとね、行けないから、
そう、東北に行ったら、秋田県に行ったら絶対に白米が食べたいです。こんばんは。お、あれ、秋田小町出来立ての米が食べたいです。あ、3分前、ありがとうございます、教えてくれて。みんなの、あのツアーで絶対に聴きたい曲は何ですか？すごい、こういうの聞いて、あの瀬戸里に入ってる曲が言ってくれてる人がいたら、おってなる、嬉しい、楽しみで、その人がツアー見たら喜んでくれるかなって思って楽しみです。聞いてみたい、みんなが何が聞きたいのか。ハートの独占権は大阪でやってましたね、モカとエリコが。おー、ユニット、すごい。ジッパーもやってましたね、ユニットで。大阪？おお。抱きしめられたら。カラコン、わてこいつん。ツンデレもやってましたね。天使の尻尾。ハート型。おお、あ、すごいいっぱい教えてくれてありがとうございます。楽しみにしててください。本当に結構今回の瀬戸里は本当に、あの本当に楽しみにしててほしいし、私たちもめちゃくちゃ楽しみな瀬戸里です。瀬戸里もそうだし、なんていうんだろう、ツアーの最終日っていうのもあるし、もう全部が楽しみです。あと1分、じゃあもう少ししたらランキング読んで終わりにします。明日朝早いらしくて、ちょっと何時か分かんないんですけど、朝早いって聞いたので、今日はもうそろそろ帰ろうかなと思います。あ、もう終わった。あ、そうだね、あのツアーの席が出たらしくて、みんなどの辺なんだろう。みんなのこと見つけます。じゃあランキング読みたいと思います。13位、帽子さん、ありがとうございます。12位、コロさん、ありがとうございます。11位、SK さん、ありがとうございます。10位、タケさん、ありがとうございます。9位、ゆたまるさん、ありがとうございます。8位、たかしんさん、ありがとうございます。7位、グーさん、ありがとうございます。6位、ターさん、ありがとうございます。5位、香港、フォーコさん、ありがとうございます。4位スタニーさん、ありがとうございます。3位誠さん、ありがとうございます。2位アスカちゃん、ありがとうございます。1位ゆずき、ありがとうございます。急遽だったし短かったのに見てくれて本当にありがとうございます。今日は公演見に来てくださった方はありがとうございます。ショールーム見てくださった方もありがとうございます。お疲れ様でした。一日お疲れ様でした。また明日も
よろしくお願いします。この後はリバースに行きます。リバース来てね。リバースいっぱい送ります。今日は多分。おやすみなさい。ありがとう。また明日ね。明日はショールームしないですけど、また明日。バイバイ。おやすみなさい。バイバーイ。